そこが、まあ、仏法のありがたいとか、そこだよ。その私ダメだってことならないんだよ。その私ダメだっちゃね、それぐるみっていうところがある。そこへ落ち着かなきゃ。そういう故郷の磨き方をしなきゃなんだよ。だから人海も、だから人海そのものが故郷の絆。それで今言う三章ももちろん故郷の絆、説法も故郷の絆。ところがそういう傷ぐるみの故郷を参求するという、それが大切ね。三章未だ故郷の過小屋の靴を入れざり蹴るゆえに、老来せる参求は一人に故郷かなり。今言ってきてる参求はみんな故郷かな。一人にというのは一重に万がごとしっていう意味だそうだ。しかあれば故郷にも過小あり、過小なるも故郷ないと山岳する。これ故郷を山岳するな。だからね、故郷ってのは傷ぐるみで、箇所傷が生じたっていうのはね、本当はその実相の深さだ。実物の深さです。箇所なるも故郷なりと山岳する、これ故郷を山岳するなり。だからいいですか、そのどうせ我々凡夫ですよ。でいつでも、ね、悩んだ反問したってやってんだ。しかしながらそれでいけないことはない。それぐるみの生命の実物に、合格不合格のない生命の実物にいかに住み清くなっていくかって、そこが本当の故郷の故郷の磨き方だ。三章いわく、何の子宮か和刀だもまた知らず。何慌て腐ってんだ、それじゃあ言葉の上さえ分かっちゃいないじゃないかって言ってるみたいな。ところがこれはそうです。今言うように雲は刻々雲だ、刻々色も形も変化しているんですね。だからこれ何としてしか言いようがないんだ。これ全て雲に限らず我々もだ。あらゆるものが刻々に変化してんで、この実刻々に変化する実物に対して何って言いようがないでしょ。これがね、何の子宮かあるっていうことです。で、和刀だも知らずってのは、それじゃ言葉の上でも分かっちゃいないんじゃないかってね言ってるんじゃない。和刀もまた不思議だ。その和刀っていうね、話もこのその全く不思議だ。話がこの知識できないってことね。いわくの修士は、だからその次読んでいくと、いわくの修士は何としてか子宮なる。いわゆるの子宮は今日か明日か事故か多聞か寺院立法会か大東国理か震災に工夫参学すべきものなり。いや、今日か明日かってね、いつでもその救急に移ってしばらくもとどまらない。それだから大東国も人立法会も事故も多聞もだ、すべてね、映っていないやつはないんだ。これまあ我々雑白な頭で考えてるから、ああ
ここにあるとこう思ってるわけですよ。だけどこれ、なんていうのかな、電子顕微鏡よりもっと精密なそのものの見方ですかとこう見たらね、こうしたらもう刻々に今のあなたの顔、あ、白髪が一本できつつある、今のあなたの顔の、小じわがもう一つそこのところにできていくっていうね、そういうのが刻々に見えてんじゃない、これ雲を見てるのと同じように。そしてだからこれわーだとこうね決まって言えない、それ我々雑白な頭で見てるから、あああれは雲だ、あれは人間だ、あれは猿だとこうもう思ってる。この実物を見る目っていうのね、だいたい今の、自然科学でも1秒間の7万分の1ぐらいまではその見えるらしいね。お釈迦さんのその仏母大臣だったかな、あれに出てくるけど、お釈迦さんっていうのは、人はもう一刹那ね、一刹那の間に何千何百何十何分の1ぐらい見えるって、かそんなようなことが出てくるけど、私それ計算してみたらやっぱり 1秒間の7万分の1ぐらいつまりそのくらいのものの見方がからすれば、今あなたが小じわができつつあるっていうのまでわかるもん。それでも7万分の1でも俺でもまだ雑白だ、何億光年ぐらい分の1ぐらいまで見えるようになったら、もうこれあれじゃない、それこそ刻々だ。で和藤田もまた不思議と、とは話というは道来せるは二道徳のはすでに同僚はのは、話っていうのはね、大体もう言い来たった話もあるし、言い来たる話もあるし、まだ言わない話もありゃ、もう話終わった話もある。この和藤っていうのね、今の言葉で言ったらね、情報って言ったらは分かるんじゃない、もう故郷についての情報だ。故郷っていうのはね、今言うように二つに分かれる以前の実物ですよ。ところこの故郷っていうのはね、これは二つに分かれる以前の実物だから、まあ不二としてみますよ。それに対して情報っていうのね、情報はね、これ故郷についての情報って言うと、故郷と情報とって言ってね、二つになってる。また喋る言葉と喋る人とって言って、これは二つだ。だから喋ってることと喋られた内容とってまた二つだ。これもう情報って言ったらみんな二つになってるね。しかしながらね、それだけじゃなくて、今故郷についての情報とこういうことを情報してる。今故郷について情報してる。今私がこうやって一生懸命喋ってるのね、仏法についての情報を一生懸命流してるわけだね。これ一つなのか二つなのか、少なくとも情報という回では二つだ。しかしながら私自身にとっては一生懸命喋ってるってね、
これは二つに分かれる以前、もう燃えてるんだ。これだ、そこの辺でね、話は微妙になるもん。それで結局今一生懸命故郷について情報してるって言うんで、私が生命を燃やしてるっていう時ね、これは不思議だ。私がなかなかよくやってるなって自分で見ながらやってるわけじゃない、あるいは今日はまたダメだじゃないかって、そんなことでもない、ただ燃えてるんだね。ところが、ああ疲れたっていう時はもう二つになっちゃう。その点でね、この話は非常に微妙になる。これがそういう微妙なのが生命ってことで、和とだも不思議っていうね。で、和っていうのは今言うように、その今言ってる話の中身もあるし、それからもう終わった話もあれば、まだしてない話もある。で、今は和となる道理現状するない、今はね、道理情報しているっていう実物が現状してる。今一生懸命ね。で、例えば和道も第一有情道に浄土を敷きたれるか、故郷についての情報なんだから、一切分離前の故郷としてね、第一有情同時浄土しているというのかって、こういうことね、今喋ってるってことその情報としては、その第一有情同時浄土してるのかって言うとね、さらに最善の認識にはあらざるなりって、これからまあ二番煎じじゃないってことだ。実際に今喋ってるっていう限りはね、そんな二番煎じじゃなくて、今生き生きとやってるんだ。その燃えてんだ。この燃えてるっていうのは般若の大火事っていうね。火るがゆえに不思議だ。真に対するもの不思議ないというのは、だるまさんにね、あれした、真に対するものはたるいたぞっていう、不思議って言った。で、対面して愛知らざるない。もうこれは全く、自己が本当に燃えてる時には自己とは出会うことないもん。で、和道はなきにあらず、ただこれ不思議ない。情報ってことはまあないわけじゃない。しかし情報をしてるっていうその実物は全くその生命の炎を燃してるんで、これはもう不思議ですね。ただこれ不思議ない。思い以上の実物だ。で、不思議は上々の積心なり。この上々っていうのはね、小枝のことを言う。上っていうのは小枝のことを言うらしいね。小枝のいちいち、それがまあ積心というのは実物だ。さらに明明の不見なり、明らかにあれしてるんだけど見ることはできない。それに対して説法いわく老僧来か、おお俺が悪かったのってねいかにも言ってるよ。いわゆる悪しく言いに蹴るというにもかく言うこともあれども、力心うまじ、こじゃそういう意味じゃない。老僧ということは送りの主人の何、この全く自己の送りだ。それの主人の自己そのものの態度。っていうことだね。これ本当にね、あれなのは態度以外ないと思うね。もう我々の実物っていうのはね、どっち向いて、どういうふうに
出会ってるか、どういうふうにというその態度ですね。刻々の送り、それが送りの主人のだ。いわゆる余事を参学せず、ひとえに老僧を参学するなり、自己そのものを追求してる。千変万化あれども、人頭鬼面あれども、あ、千変万化し、それからまあ神の頭、鬼の面っていうの、結局いろんな顔もするだろうけれど、しかし山岳はただ老僧一弱なっか、この自己内面の態度だけだ。早話が、我々今働いてるって言ってもね、女房子のために働いてるか、あるいは金のために働いてる、なんとか名誉心を満足させるために働いてるのか、このあるいはの退屈しないために働いてるのかね、いろいろあるじゃない。この働いてるっていう一時の中に、そこへどういう態度で働いてるのか、これがおぐりの主人のですよ。それでそういう自己内面の仏来素来、一年万年あれども、山岳はただ老僧一弱なり、そういう自己内面の態度こそを探求しなくちゃ、どっちに向かってやってんのかっていうね。いやー、もうそいつのそいつはあれけど、今のあれですね、総理大臣に誰が何か知らないけど、俺どうしても総理大臣になりたいってはっきり言ってるやつがいるから、あんな子供っぽいことね、子供はどうしてもあのお菓子欲しいんだって言ってくれる、じだんだ踏んでんのとどこが違う。そんなね、老僧一弱のやつがその子総理大臣になるっていうのは困ると私は思うね。その私があれがいけない、これがいいってわけじゃない、そういう権利もないし、まあ好きなようにやってもらうしゃあない。もうどうせね、私も日本ってやつはもう潰れんだと思って、もう私は早いからね。それでどうしろ、どうであっても勝手にしろと思ってるから、そのあんまり愚痴は言わないけど、でそれで悪かったら、そんな白状なことって言うんなら、なら俺の言うこと聞けっていうだけだもん。だから俺の言うことさえ聞きゃいい。もっと大人びたね、ところでもって生きるやつが総理大臣にならなきゃ困るんだ。ところがそんなやつがいないんだから困るね。それで、在家は十字字しげしなり。これはね、これも壁岩録の第49冊に出てくる。三章説法にと、東毛近隣いぶかし何をもってか食時期とせん、こういわく何時毛を網を入れ来たるを待って何時に向かって言わん、章いわく1500人の全知識和刀だも知らず、法いわく老僧十字寺茂氏という、これがあれですね。この三章っていう人はね、臨済録を書いた人です。臨済禅師についた人だから、非常に何ていうか、景気がいい、景気がいいっていうか荒っぽいというところがあるね。それでこの説法のところに行って、東毛近隣というのはね、網をくぐり抜けたその魚、ピチピチした魚ですね。それがそういう、俺はそれなんだって言うとこだ。で、いぶかし何を思ってか時期とせんて、その俺が説法のところへやってきた。あとはそういう魚にどういう餌をくれるかって言ったわけだね。そうしたところが、その法曰く、
何時の網を入れきたるを待って何時に向かって言わん。お前はその網を出てきたんなら言うだろうって言ったんだね。これも随分厳しいんだよ。そうしたら将曰く1500人の前置式、1500人もこう弟子たちを持ってる、そういう前置式って言うけど、和刀だも知らず、和刀だも知らずってもここにも出てくるんだからね。そうしたら説法が言うのに、老僧十時時しげし、俺は住職の仕事が忙しいんだろうって言って、こうあっさりくる お下がり願ったんだね。で今このここじゃ和刀だも知らずって言ったら老僧在家っていかにも俺が悪かったってみたいに言ったみたいだけど、俺も十時時しげしだね。この十時時しげしっていうのはね、どういうのか、結局忙しいでのってこういうことなんだけど、結局はね、今この俺は働いてるってことじゃない、今俺は行じてるんだ本当に生命生き生きと生きてる、そういう意味ね。それでね、思えばそれ説法は特産の一角なり、参照は臨在の迅速なり、領意の損縮同じく平府癒しからず、青年の温存なり南学の音波なり、故郷を従事しきたれるそれ格のごとし、万身の貴重なるべし。これでね、その道元禅師はこの問答をね取り上げて、こういうふうに提唱されてた。そして最後に言われる、このその説法は徳さんの弟子だから、参照は臨済の弟子だ、そして領意の損縮同じく敬譜癒しからずって、おね、両方とも本当に秩序は正しいんだね、みんなその辺のちょこちょこじゃないんだ。制限の温存なり南学の音波なり、制限と南学っていうのは六祖大師から分かれた大きな分かれだけど、その両方のそうそうたる人、故郷を従事しきたれるそれ格のごとし、満身の貴重になるべし。俺そのそういう両方ともそうそうたる人、その大和尚が故郷っていうのね、あれを念じて取り上げて、そしてそれを従事し、両方ともその故郷を従事してし来たれるってことだね。このところでね、そのあれなのは知りたいのはね、その大体ね、禅の古速公案の書いてあるそれを念呈した本にね、臨済宗なんかは壁岩録とか無門館とかある、こういう壁岩や無門館の念呈の仕方はね、大御所がこう問答するね、そうするとどっちが勝ったか負けたかそれにその非常に興味持って書いてるね。あれで、その要するにちょうど剣道な達人がね、もう出会ってパッパッのその切り合うたところにパッと火花が散るような、それをこう生き生きとその書いてるのが壁岩とか無音感の話です。それであるいはこうボンクラな僧が出てきて、相当って言ってあれするともういっぺんにバッと落第不合格蹴っ飛ばされるっていう、そういう話に書いてある、ね、
この、要するにカンナ禅、カンナ禅というのはそういう、カンナ禅の人々のね、その注釈の仕方はそういうふうに勝った負けた、合格か不合格か、そういう見方をしてる。でところがね、みんな我々その大衆が好きなのはね、その方が好きなんだ。その勝った負けた合格不合格の方がよっぽど好きだ。だからそのいわゆる臨済禅風のね、その禅の門、禅問答のあれが非常に受けるわけだ。で、あの大御所たちがパパッと切るのね、そりゃテレビ見てるよりは面白い。テレビのチャンバロン見てる、それよりもその、電光石火パッとね切り捨てるっていうような話で見ると本当に面白い。あるいは私みたいなグズな人間がそういう大御所の前に出たとパーッと蹴飛ばされてバーッて、ね、それで終わったっていう。そうするとまたこれも面白い。そういう興味でもって臨済の話は大衆受けすると思う。しかし道元禅師の言うのはどこまでも仏法なの。事故の話、事故の話って言ったらね、そんな名人芸の達人の話じゃないんだ。私どうせ私とはトントンなやつのなんじゃないか、みんなね。しかしな、大衆っていうのはそういう俺は育児のない人間だって言えばこそなおそういう達人名人の話が好きだ。しかしながらそれそうだからの今度いざ自分の話になってくるともう慌ててダメになる。そうじゃない、本当に我々その自分というものを見つめたらそんなに名人達人のじゃないんだ。そうするとそういう名人達人の試合を見るような話だったらどうせ切り捨てられちゃうに決まってんだから。そうじゃない、そういう切り捨てられるような人間の俺の生き方はどうかっていうところが仏法だ。仏法っていうのはね、宗教なんだ。宗教っていうのは誰でも救われるっていうところなんじゃない。でそういう仏法的なところからこう道元禅師は見てる。だから道元禅師の古速公案の取り扱いにはね、いつでもその合格不合格あるいは勝った負けたっていう話じゃない。どっちが勝ったんだか負けたんだか分かんない。しかしだから両方の大御所が出てきて いかにその仏法を掘り下げてるか、そういうものの見方するわけですね。そこのところが道元禅師のその古速公案の取り扱い方ね、有粋なっていうのはそこなんですね。一応そういう有粋なところをよく知らなきゃ、そしてそういうことこそ我々凡夫の一番大切なところだ。いや名人芸にはね、だから例えばさ剣道とかお茶とか名人達人だろうっていうのはそういうその例えば、鍛錬の話になる。俺をいかに練り上げて鍛錬するかっていう話になるからね。ところが今我々の言うのはただそういう凡夫仏分かれる以前、あるいはその合格不合格分かれる以前、だから勝った負けたっていうのが分かれる以前、そういうところをいかに磨くかっていう、そういうただだから磨くって言ったってどこまで磨いていいのね、これはキリがない。そこが有粋なんですね。これから
だんだん もう少し後の話になってくると、故郷を磨いてどうかって言ったら故郷だそれでね、もうそういう話も出てくるけど、まあ今日はそこまでにしとこう。もう今また次のあれ話し始めると、もうまたこれ、ね、来月初めからしなきゃ。無量誓願学仏道